エブリデイまゆチャンネル。昔昔あるところに不器用な男のこと、少し気の強い女の子がいました。違う世界に住んでいた二人はある日偶然出会い、男の子は優しくて、いつも振り回されて、女の子は手紙でいつも謝りました。星が降るある日のこと、男の子は手を取ってこう言いました。誰よりも君が思うよりも、いつだって君のことで心はいっぱいなんだよ。頼りないかもしれない、でも必ず戻るから、あとか僕のそばに、ずっと僕のそばにいてほしい。それから二人は茨の道を何度も切り抜けて、時に足と戦って、どんな時だって互いに手を取り合って、いくつも大きな奇跡を起こしていきました。私も君に負けないくらい、いつだって君のことで心がいっぱいなんだよ。今までもこれからも頼りにしてるから、ねえ、だから君のそばに、ずっと君のそばにいさせて。そして二人はいつまでも幸せに暮らしました。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。